俺の名前はショコラ。この猫カフェのボスだ。今日も今日とてバカな人間どもがガン首揃えて店に来やがる。まず言っておこう。俺は人間に触られるのが嫌いだ。人間どもは猫の気持ちも考えずぶしつけに触ってきやがる。せっかく整えた毛並みも台無し。ボス、今日はなんか怖い人がいる。俺の話に割り込むんじゃねえ。で、なんだって？怖い人間がいるんす。何考えてるかわからないっていうか、オーラが怖いっす。なんだよ、オーラってどいつだ。あ、あいつっす。あの黒くて長い髪の。なんだ、普通の人間じゃ。確かに得体の知れなさはあるな。少し観察してみるか。なんだあの人間、全く俺たちに触れてないじゃないか。そこまで構ってもらいたかったのか、人間め。いい気味だ。めんどくせえ人間だ。あれ、ボス、どこ行くのですか。ボス、ボスだ。え、ボス、マジっすか。行くんすか、あのメスのとこに。すっげえ。にゃお。あ、すごい。ショコラは全然人に懐かないんですよ。古見さんに他の人を誘う練習をしてほしかったので、何も予定はなかったけど辞退したただのくん。撃沈。